にちは、安藤明久です。今日はですね、桃太郎のおばあさんから学べる成功法則という話をします。この動画を見ると分かることはですね、桃太郎のおばあさんから成功法則を学ぶことができます。では行きましょう。先日、僕本屋が好きなので、本屋に行ったんですね。で、本屋をですね、いろいろうろちょろ歩き回っていたんですけれども、そしたらですね、桃太郎の本を見つけたんですね。で、その時に桃太郎の本の表紙を見たらですね、すごい変わりように驚いたんですね。で、今これ桃太郎の表紙をですね、3つ並べているんですけれど、今回僕が見た絵はですね、一番右の絵ですね。なんかちょっとイケメン化しているのでびっくりしたんですね。で、僕が子供の時に見ていた桃太郎っていうのはですね、大体この絵でいう真ん中の絵なんですね。じゃあさらに昔の桃太郎ってどうなってるのかというとですね、このように一番左のようになっていて、ちょっとどうでもいい話なんですけど、時代とともに桃太郎の絵本っていうものは進化してるんだな、表紙の絵っていうのはこんな変わってるんだなっていうのが分かりました。ちょっとこれはもう余談です。はい。でですね、今日桃太郎のおばあさんから学べる成功法則っていう話なんですけど、なぜ桃太郎のおばあさんから成功法則が学べるか、今日はこういう話ですね。で、まず一つ目にですね、桃太郎のおばあさんっていうものはですね、物事に対してめちゃくちゃ興味を持っているんですね。例えば、おばあさんをはじめ、川で洗濯をしていましたよね。で、川で洗濯をしていて、いきなり大きな桃がですね、川から流れてきたらどうしましょうか。僕はですね、おお、大きな桃だ、すげえと思って、写メとかそういうスマホとか撮ると思うんですけれども、多分そこで終わりにすると思うんですよね。しかしですね、おばあさんはですね、それを拾って持ち帰って、しかも食べようとしたんですね。これめちゃめちゃすごいですよね。で、つまり何をしてるかっていうと、初め興味を持って、その次にですね、自分の興味を確かめるために行動しているっていうことなんですね。ですから桃太郎のおばあさんはどういう人かというと、自分が興味のあることに対してもうとにかく確かめたくてしょうがない人なんですよね。もっと言うと、知的好奇心の塊であったり、もう知りたいとか興味があったらもう何でもとにかく行動して確かめてみよう、もうこういう人なんですね。で、実はこの桃太郎のおばあさんが持っている、興味を持って行動して経験するというものはですね、実はこれが成功するためにものすごく大切なことになります。なぜかというとですね、何かに対して成功するかどうかっていうのはですね、日々の経験の積み重ねが大切ということだからなんですね。はじめにですね、まず興味を持つっていうものはですね、物事に注意を向けていなきゃ難しいことなんですね。あなたが街を歩いていて、あれ楽しそうとか、美味しそうとか、なんだあれとかいうのって、なかなか今刺激の多い社会を生きていくと感じづらくなっているんですね。街を歩いていて、例えばなんだあれって思うことって、あると思うんですけれども、じゃあ次にですね、それをやろうと思うかどうかっていうのがまた次の段階に来ます。あなたがですね、楽しそう、美味しそう、なんだあれって思ってもですね、じゃあその次やろうとあなたが思うかどうかなんですね。山登りは楽しそうってですね、例えば街を歩いていて、何かのポスターやチラシを見ていてですね、じゃあ実際に山登りをしようって思う人ってのはなかなか少ないんですね。街でですね、ラーメン屋の看板を見て、あそこのラーメン屋美味しそうだなと思ってもですね、実際にそこのラーメン屋を行ってですね、食べる人っていうのは、そこまでは多くないんですね。なんだこれってですね、100均でわけわからないものを見て、実際それを店で試しに使ったりですね、自分で買って行動するって人はなかなか少ないんですね。でもですね、そうやってやろうと決めて実際に経験を積むと何になるかっていうと、その経験こそがですね、あなたの考えや知恵の蓄積になっていきます。そして、ここが一番大切なんですけど、実は経験を積むっていうこと自体が実は成功体験なんですね。なぜなら、興味を持つっていう、つまりこのスタート地点から実際に経験を積んだっていうことがですね、実は興味を持つことに対する経験を積むっていうことがゴールなんですね。興味を持って実際に経験積む、
興味を持つっていうスタートから実際に経験を積むというゴールまで体験していることになります。つまり見知らぬ間にそうやって興味を向き合う、実際にですね、興味を持つというそういうスタート地点からですね、経験を積むというゴールまで体験していることになるんです。これが成功体験なんです。成功する人っていうものはですね、こうやってですね、日々小さな小さな成功を積み重ねていっているんですね。成功できない人っていうものはですね、こういう成功体験があまりにも少ない人っていうものが多いんです。ですから桃太郎のおばあさんから学べる成功体験っていうものは何かというと、興味を持つというスタートから経験を積むというゴール、これをひたすら繰り返すっていうことなんですね。こうやって小さな成功体験を積めば積むほど、あなたは成功しやすい体質になっていきます。身近に感じている興味をですね、最後の経験を積むということまで、ぜひあなたはですね、これからするようにしてください。そうすればあなたは少しずつ成功体質になっていきます。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、画面右上のチャンネル登録ボタンをクリックと、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。